おはようございます。西田渉です、えー。5月22日月曜日、いかがお過ごしでしょうか、えー、全然収録しております。えー、っと、ありがとうございました。ゲイズの全巻セットね、もう予定販売数を秒で、えー、お買い求めいただき、ありがとうございます。あとね、えー、っと、 一冊通りはね、ちょっと、まだ残ってますので、もうでも間もなくっていう感じではございますが、興味がある方はぜひね、えー、ゲイズ、このタイミングで、えお買い求めいただけたらと思っております。えーっと、あと数冊ずつみたいな感じのものも多いので、もうワン、まあ、売り切れのものもあるんですけれども、ぜひとも、えー、ご購入いただけたらと思っております。っていうところで、えー、今日なんですけれども、やっぱキャノンの価格構成がすごいよねっていうね、まあ値段を下げて、 ガンガン打ってくるっていう感じかなと思います。いや、結構、えっ、ー、と、今日でね、いよいよこれ返却するんですよ。ってことで、先日、昨日かな今これちょうど白く返ってきたばっかりなんですけど、あのー、暗所性能ね。暗所性能をちょっとこれ比べてみました。僕、この上に、こんな感じですよ。こんな感じで、それぞれを、こういう感じと、よいしょ。と、これをこんな感じとで、 マウントしてきまして、そのまま、ええー、と、日常シリーズのような形で撮ってきたので、日常シリーズにあえてせずにね、暗所暗所性能っていうところで出すことにしました。V10 のね。で、もちろんその撮った作例も載せてはいきますけれども、ぜひとも、まあ、M11 モノクロームの描写性能をも,もちろん見ていただきたいんですが、映像はね、えー、これとこれ、ちょっと比べたりもしてるので、 あんまり動いてないです。やっぱ、歩いたらそりゃあもう、ね、GoPro に決まってるんですが、じゃあ、こう、バック転、定点で撮る。ちょっと動かすぐらい。このぐらいの感じの、まあ、要は描写ですよね。そうなるとね、かなりこれ、夜使えるなっていう、まだちょっと映像見てないんですけども、えー、雰囲気ではあったのでね、その辺のまあ違いと言いますか、えー、今日の本ネタ、えー、タイトル通りの話なんですが、これが、 いや5万4000円なわけですよ。で、キヤノンがこの後、まあ、CR3 なのかな、ほぼ決定で、えっ、ー、と、RF の 28mmF2.8、mm、と、2.8だったよね、確か。28mm の2.8で出してくるってことは、多分パンケーキ的なものを出してくるんじゃないかなと思って、ニコンが出してきた 26mm の2.8でしたっけね。ああいう感じでぶつけてくるんじゃないかなと。と、そこに、えっ、ー、と、R100。 っていうのが出るんじゃないかっていうね。えっ、ー、と、今までの M200 っていう、えっ、ー、と、ファインダーはついてない。EVF はついていない背面液晶だけで撮る、まあ、ミラーレス一眼みたいな。で、AF 性能は R3 譲りのやつ。え R10、R7、R6M2、R8。このあたりのアルゴリズムが入ったやつが入ってくるっていう。いやこれもう値段がね、えっ、ー、と、4何十ドルだったかな ?500 ドル弱だったんですよ。だまあ、500ドルで考えても、 おそらくは8、9万ぐらいとかで出てくると思うんですよね。量販店価格、マップ北村でおそらくは7、8万ぐらいで買えるんじゃないのかな。まあ税込みでね。まあこれ考えると相当キャノン今回、いよいよ R のシステムで結構ガツンと、あのー、まあ安いもので結構ユーザーを囲うやり方。いよいよキスが、キス M2 とかが キス、えー、を名乗らなくなりましたよねキャノンがねまあもは全世界的にはまあレベルとかでしたかねキスシリーズはそういう名乗ったんですけども全部 R で統一して R50 がおそらくはキス M2 のまあミラーレス版なんですけれどもそれは世界的にも日本も全部統一で R50 で出してるってことで世界標準にしてきたっていうなので日本市場昔はね大きかったでしょうけどもやっぱ売れ行きも落ちてきてる中やっぱりね世界を 全部、全体で考えていくっていうようなのが主流なのかなっていう。で、ドル換算で言うと多分、まあもちろんね、そこに、あの、それぞれ、あの、州に応じて、えー、消費税的なね、税金がかかってくると思うので、そのドルプラスアルファはもちろん日本のね、消費税みたいなもんで、あると思うんですけども、とはいえ、やっぱ戦略的な価格ですよね。R8 が、えっと、1500ドルでしたっけうん、なんかその辺を考えていくとね、R7 も1500ドルかなどうだろう。まあ、 なかなか実はキャノンってもう世界的には相当安売りではないんですけれどもえっ、ー、とコストパフォーマンスの高い機種を今ガンガン出していってるのではないかなっていうでぶっちゃけですけどもソニーとか話題作りはめちゃくちゃうまいですが実際カメラが売れているものは結局キャノンだったりしますよね ZV-1 もうねプロモーション的な YouTube 界隈ではやっぱ騒がれましたけれども、まあ、そんな売れてないですよね多分ねやっぱ30万っていうネックで 売れてるかもしれませんが、ダイスはさすが出ないですよね。30万の Vlog 機っていう。あの、30万あれば、アルファ7-4買えますもんね。ここが非常に難しいところで。で、おそらくは、えっ、ー、と、明日、あさってかな明日かな,日かな ?23 日に出るであろう、ZV-1、えー、2?Mark2? みたいなものも、えー、結局は、えー、10万余裕で超えるだろうっていうことが予想されていて。まあ、そう考えたときに非常にね、 えー、その時のまたこの Vlog 機キャノンが提案する Vlog 機の第1弾みたいなところでこれが5万4000っていうのが結局そのなんていうのかな手ぶれ弱いとか何て言うのかな、まあ、操作性がとかバッテリーの持ちがとかってこうウィークポイントバマンバマンあげつらうのは簡単なんですけども最後でいくらなの5万4000円ですってなった時にじゃあ買おうかっていうこの。 結局プライスもう昨日だっけな昨日おとといぐらいにメインチャンネルで出したあのフルサイズと APSC 論争みたいなところでああだこうだ言いながらも結局 予算を抑えるんだったら APSC になるよねっていうそのぶっちゃけ論もあったりするじゃないですか。機能どうこうとか、センサーサイズの大きさがどうこうとかっていう前に APS の方が安いから APS にしようみたいな <laughs>、こういうまあ身も蓋もないわけではないんですけれども、まあもちろん価格って非常に大きな要素ですよね。まあそこを言ってくる方もいらっしゃったんですけど、APS とフルサイズ。で、 えー、なんで価格のこと触れないんですかっておっしゃるんですが価格のこと触れたらそれこそだから燃えてるんじゃんっていう話になるわけですからそういうね APS-C は初心者よとかそういう風に決め込んじゃうと、えー、ボガーンってなるっていうのはなんか安いから金ないから APS-C 買ってんだろみたいな,なんかそういう謎マウントみたいなので結局みんなわちゃわちゃ燃えも揉めちゃうわけだからですがひっぺがすと本当にこれが僕も。 これが、何ていうのかな、ま、10万って言われたら、うーん、とかって思いますけど、あ、5万4000か、っていうふうになると、すげすごい許せちゃいますよね。許せるっていうか、むしろ十分じゃない、すごくないっていうふうになってしまうっていうところで、えっ、ー、と、EOS に関しては最近キ n ノンは強気でしたよね、比較的ね。やっぱ R8 も、まあ、爆売れしてる感じは、どうなんだろう、買ってる人、僕はもう一番今、キ n ノンで気に入ってる機種なんですけれども、 迷わず買った人はもうお金じゃないとこでいやすごいカメラだわっていう風になるんですが、まあ、実際値段で躊躇して買わなかった人とか RP になった人も絶対いるはずなんですよねそう考えたときに値段で、えー、こちらのねパワーショット V10 を買う方いらっしゃるだろうなと思ってでさらには今後えっ、ー、と R100 この辺も価格競争力でまあ7万ぐらいで買えるミラーレス まあ小型ミラーレスですよね。確か 200g 台で出てくるはずなので、M200 が2 0 0 g なんですよ。で、まあ、レンズつけて、えっ、ー、と、1845かなんかのレンズキットのやつつけると、えっ、ー、と、多分 300g 台なんですよね。うんなので、いや、このコンビもありですよね。うんで、描写は基本的に R10 とか、えー、R50 と一緒っていうふうにね、デジック X 積んでセンサーは一緒っていうふうになるはずなので、 えとしては一緒であろうと。で、要は r 5 0はファインダーついてるけど、R100 はファインダーついてないみたいな。で、さらに小型っていう。ファインダー入れない人は R100 買えばいいじゃないみたいな。なんかそういう流れになるんだろうなと思って。あの、キャノンは結構こういったところでも、えー、10万を切る、えー、価格帯のカメラでも相当選択肢が増えてきてて、えー、むしろ、まあ、 ソニーがね、むしろ APS-C のカメラとかって言っても、写真を撮りたいって思った時のカメラが、意外とソニー機になると今度は10万円で買えるカメラって少なくなってますよね。アルファ6000、今度700が出るのかな。多分、基本的には6600でもそうですけども、15万ぐらいのイメージですよね。それはまだ安かった時代にその値段だったから、多分今後もアルファ6700とか出てきたとしても、20万弱とか。で、えー、仮にですか、アルファ 7C マーク2が出たとしても、 当初が二十数万円だったので、まあ値上がり前提で販売してくると思いますので、25万ぐらいの価格付けっていうふうになると、10万円以下の APS-C でも何でもいいんですけど、そのコンデジとかミラーレスとかっていうのが、結局そこの空いたぽっかり空いた枠をキャノンが全部ごっそり持っていく予感がしているっていうか、なのでキャノンがこれが V6 期の答えだっていうよりかは、 あの、携帯を買い換えるよりか、これ買ってカメラだけ買っとこうが安くないみたいな、こっちの提案もやっぱあるのかなと思って、なかなかにして5万4千円っていう価格設定恐るべしだなっていうふうに、えー、改めて思った次第と、今、今後出る R100 か、R100 が本当7万ぐらい出てきて、まあレンズキットで8万9万だった時に、いや、相当面白くなるだろうなと、今年の まあそこから R1 とかのプロ機に繋がっていくわけですけども、えー、RF レンズのもう本当プロワークはもう100万200万のレンズの世界ね。RF100500、100300とかね、2段値。今度出るだろう RF の200500とかも多分200万ぐらいっていう。なんで、ドーンっていうものもあれば、で、R1 が多分100万超えでしょそういったカテゴリーもあれば、こういった5万4千円、ちゃんとキャノンって書いてあって、5万4千円だったり、 えーまあ、まぁ APS-C 機で、まあ R100、そういった、やっと R3 とかの優秀な F のアルゴリズムが降りてきているものが、10万以下で買えると。あの、レンズキット、レンズ込みでね。いよいよ、ここでキャノンも、本気のミラーレスシフトが始まっているのかなっていうね。あのー、まあもともとそうですね。ごめんなさい。え、あの、XM2 とかもミラーレス1が、ではありますけども、RF マウントのえミラーレスが、いよいよキャノンもごっそりと、 えー、一番ボトムのところもね、R システムっていうところになっていくんだなと思って、しかも価格勝負ができる、ね、価格の暴力のような形で、まあ、ソニーあたりがちょっとしんどそうですよね、逆にね。どういった形で価格、キャノンの価格構成でもうそこは逆にソニーは捨てて、もうハイエンド機と Vlog 機のちょっと高級ライン Vlog 機っていう方向でいくのかっていうね、むしろソニーは高級路線で、えー、安いものはありません。 っていう方向で行くのか非常に今後の各社のね方向性が楽しみだなと思った試合でございましたっていうところで今日もスカイでお過ごしくださいにしちゃってしたどうも。